2戦目ステージは始まりの当終点か。おおおお、はいはい、くー前からこれ復帰阻止の展開、ワンターン取り切るか。これ早めに戻りたいか、間に合わないところ大丈夫、ついついなんとか、危ない危ない、あれ本当にワンストック解けますからね。優等選手をまた運び復帰阻止が見れる、おっとが決めてようになる、崖つかまる前の空射手でストックは3人。いやーこのスピードに翻弄されないようにクッパ頑張りたいですね。ダッシュアタックから、あーあーあああ、これまずい即死コンボ、まあ、今のは確定はしてないんですけどね、その相手の行動を読み切った今の外運びでしたね。空上落としもあるぞ、いや回避が入ればつかみでもう一回やり直して空下落としかな、空下空下落とし空下とかあるんだね、面白いね。多段技だからこその感性をうまく生かします。掴んで回避見てから空下の股が決め手を狙おうというところですが大丈夫。いや2に選手こっからまくれるか、回避いやー、まずはこの大丈夫掴みからのコンビネーションがかなり強い。掴んだらねもうトルネード撃墜圏内、はいはい後ろバッターをしっかり決めてそっくりに上ビー、まあ、あれも操作精度がねしっかりしてないと決まらないですからね、相手がジャンプしたいというタイミングにしっかりと空中後ろ置いてある、空中ニュートラル、まあ、99%、 あとはメタライトを復帰阻止展開に持っていきたいですよね。ルイージの復帰の弱いところ、そこのルイージロケットを気をつけないといけないんですけども、ルイージロケットでね一気に崖めてよなんてこともあるんでね、暴発だけは気をつけてこの横軸に入らないようにそのラインを合わせて復帰阻止の展開メタライト側は持っていきたい。あーうまいっすね復帰阻止の鬼メタナイト、この辺りの精度はさすがユート選手、つかむかな、はいはい惜しい、ニュートラル締めて復帰阻止来るぞ、復帰阻止方は本当に天下一品、おっと、あーそうですね、この缶の発生1フレーム、このメタナイトの空中へコンビネーションに対しても缶の発生間に合いそうですね。これ空中へ空中へ空中へ、あっ竜巻大丈夫、早めに締めようとしましたね。この復帰ユート選手考察シーナ選手、ユート選手はメタナイト、シーナ選手はシュルケ、復帰阻止を狙いたいか、ユート選手のメタナイトスピードを生かしてシュルケの攻撃発生前に攻撃を押し付けていきたいか、そしてシュやースマッシュ、シュルケの必殺モナドアーツ、いろんなアーツを駆使して流れを取り切りたいか、人に前投げ走る走るスピードアーツ、これにするとメタナイトぐらいのスピード、それより速いかな。さあしかし竜巻で暴れて崖を戻させない、ジャックどこかの根元の反転に当たっていたが試験抜けてエアスラッシュガードキャンセル、ぶってますこれが怖いぞ、だってもうわーま降りながらあれ吸い込み打てるんですよね、それが強い。対してメタナイト側は台座がある分空中攻撃当てやすくなりますからね、うまく空中攻撃終点の時よりも当てていくことができるか。さあやはり攻撃が自由に打ててる感じが見えるのはユート選手、メタナイト側、さあうまく吹き、さあその上もカバーしながら下では吸い込みという戦場ならではの攻撃を繰り出していくのはソラ選手、あごめんなさいソモ選手、攻撃最後まで隠していた奥の手であの劣勢を跳ね返した、果たしてその勢いをそのままこの3戦目に持ってこれてるか。対してユート選手最後逆転はされてしまいましたが地上での立ち回りは全然負けてない、空上のこのコンボウェビーまで、お回転でつなげてバーストしないか、素晴らしい71まで、あのコンボを見るとこの見てる側のテンションもガンガン上がっていく、プレイヤーのテンションも上がっていくでしょうか。2戦目さあジョーン選手本キャラガノンドルフに戻しましたね、しかしダッシュアタックから横に運ばれてくる、10枚掴み掴み連打で使い方は回避、どんな人がすんのよな、すごいよね、ダッシュアタック、ウェービー当たって戻ってくれ、早いぞ、いやディメンジョちょっと当たらない、あとスキー横ビーで絡めて大丈夫、さあブリザード、さあ原先選手ユート選手ともにね過去最高は10優勝、
互いに自己ベスト、まあ、優勝へ向けて復帰阻止竜巻、これは戻れないでしょ、撃墜特に1。あれ一人が下着を当たったタイミングでもう仕込んでるんですね、ブリザード。だからあれ後隙ないんですよね、そのあ来るなっていう見てからブリザード仕込んでるんじゃないっていうのがね、まあいい。しかし復帰阻止、さあユート選手ちょっと攻め気が出てきてますね。ダッシュアタック一気に詰めてくる、上運びから上ね、よーちょっと緩急を与えずに、休息を与えずに一気に攻める立ち回り、ユート選手後方の開き直り、いいですよ、いい方向に向かっている、横妻下脇を、はい、ユート選手が一気に来ている、上ね耐えれるか、よー上ビーひたすらしてって。でもクッパならね、このメタナイト相手だとね、本当に一発一撃重たいのを叩き込めばね、すぐに追いつくぞ、ドボできる、ダウンしたところでドリル、ジャンプ使ってウェービー、さあドリル今見えてましたか、大丈夫、そうスマッシュゼロ距離、判断が早い攻撃、ゼロ距離クッパブレスは大丈夫、崖上がりのジャンプにねクッパブレス合わせるのが今回選手得意なんですけど、竜巻かけつかめるか、ウェービー復帰、ルートが危ないぞクッチュ、1戦目は負けても2戦目で取り返すっていうのをよく見てるんですが叩き込めるか今回選手のクッパ、さあこのダッシュアタックが当たるぞ当たるぞ当たるぞつかみが透かしたところしっかり反応ウィスマッシュ、この素早い判断すごいですね、ストック11、横スマホールド当たれば撃墜、このチャンスところに命をかけてる感じのユート選手の攻めいいですよね、少しつかみ空中シロを匂わしてのウェビー、それはスマッシュバソー、軽いですからねメタナイトね、パワーなるキングクルール一発ありますからね、さあうまくお腹でガードして、これどうする、長い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 、割れるんじゃないか長すぎでしょあれメタナイト永遠打てるじゃないですか、さあしかしこの復帰力高いのがラインをメタルナイトが取り返すには良さそうですね、つかみ下投げ上にとね、空中へは回避が間に合う、さあ復帰阻止丁寧に戻ってくれ、また缶を危ない、メタナイトの軽さだったら缶がちょっと怖いか、しかしダッシュガードでしっかりと相手に誘爆させて、ウェビー福読みのボーリング落としもしっかりとかわしてから反撃取って、なんで難しい、掴み下投げから外に出される展開、空中しろ、谷間の生成にリスクをつけてくるか、大丈夫行く前、いやー降りながら空中しろ、リズムが出てきたユート選手、しかし株でしっかり追い払う、崖橋これ強いんですよね、村人崖橋この壁ジャンプをうまく使い、アップのいい空中しろ、落としからスマッシュ、まだかまだですが、うまい落としよ、空中ニュートラル、ミスボ横尾拾って、ユート選手厳しい、原先生しまった、おーディメージをここは打ってきた、強気、そして原先生中ボタンを押して、相方バラバラになってるか、空中しろ、ここは原先生中落とした、よっぽどディメンジョンの場所読んでたが回避が間に合う、崖ばいよしない食えぬ復帰ルート、竜巻勝ってる、届かない激痛、ユート選手足を止めれば最初の流れが来ると、あとこれは相方耐えている、ディメンジョン横尾空中中傷ね、持って横尾着地スタースマ生きれば安い、崖掴んで横尾スマホールド、崖離し横尾落としから復帰阻止、ウェビー完璧、これは戻れない、当たるようにもう打ってるんでしょう、回避上がりとかでもね、素晴らしい、ストック3人、さあここ狙い目ですが、あのやはりサイクリーム選手も分かってますよ、あースタビーイリュージョンマント、このダカンドのウェビーが弱い部分、そしてメタナイトが空気の実強いんですよね、空砲かな、ごめんなさい、出しただから空前、空砲狙ってか、よーすばしで竜巻ダメージ取っていく、さあこれは上から潰されるぞ、普通に選手はどこで一発通すか大事にしていきたいでしょ、これ復帰阻止の展開はやっぱりクッパといえど嫌ですからね、激墜よりも復帰阻止の展開で嫌だが、ウェビー後突きどうかかるか、いやーウェビー連打して、ウェビー連打して 140%、 この空への暴れ着地をね通さないユート選手、ターンを維持します、あープレス当たらないところは空車で取る、大丈夫、
ブクソシは大丈夫、かけ奪いはしない。でもほかほかクッパ怖いですよ。対空上、あーディメンション